こんにちは、カーピです。さあ、今回は第39回最強決定戦広島リーグ参戦オーダー紹介、そして称号チャレンジやっていきたいと思います。はい、とうとうシリーズ最後の最強戦が開幕しました。僕は今回も広島リーグに参加中。今の状況はこんな感じ。はい、今が初日、第4節終わってすぐ、今の順位が2位ですね。はい、これがランキングなんですけど、全勝が3人ですね。これも想定以上にいいスタートで、過去に記憶ないぐらいですね。まあこんなスタートいいと後が怖いですね。では最強戦オーダー紹介、これが開幕オーダーですね。数字がスピリッツ 99,110、 コンボが 11,243 です。右にはオーダーの詳細表にしていますんでご参照ください。主要コンボはミード型8名コンボ超シュート精密、パワー型8名コンボ超大胆不敵、そしてミートへ8名コンボ超安打製造機、この3つですね。はい、今期のカープは走力型8名も出すことができて、いわゆる888、ミート型、パー型、走力型、それぞれ8名全部一気に発動できるんですけど、僕の場合はノム系の全動値が難しいんで走力8名は選択できない状況ですね。まあ救いだったのはその後新井さんとか栗原さんとか4200の選手が多く出てくれたんで、まあ走力8がなくても遜色ないオーダーが組める状況にはなったかなと思ってますね。はい、仮に888を組んだ場合はこんな感じになります。コンボはもうすごいことになりますね。11500弱までいくと思います。一方で坂倉選手が入れなかったり、ラロッカ選手も入れにくくなるし、秋山選手がスタメンになったりって感じで、ステータスは抑えめにはなりますね。参考までに。はい、当チャンネルのオーダーの紹介に戻りましょう。栗原選手は動画外で紹介やったんですけど、取りためておいたんでぜひ見てください。はい、トツコーチで一発勝負、最高は勝利の者。まあそうじゃなくてもなんとかミパイオンアップついたらいいなって思いながらチャレンジした結果、はい、試写いただきました。カステラ様のご利益、これまでお布施突っ込んできた甲斐がありました。ってことで全員に証拠ついたところで打順を見せしましょう。1番はノムケン、全動値にならなかったノムケン。2番はコウジさん、ここは打順が多くもあるんで安打製造機に変えたいなって思ってるところですね。で3番金本さん、ここはパー型に変えたい、これについてはまた後で触れます。4番はせいやさん、5番がミパ同地ラロッカさん、6番が新井さん、ここの称号ちょっと残念ですね。せめてミパウィンアップをつけなかった。前田さん、栗原さんに足がついていて、で9番に坂倉さん、ここは今ミートへになっていますけども、ミートへは9人いるから死者に変えることができるんですよね。もともと死者ついてたんですけどルーキーリーグで外しちゃったんですよね。また戻せるかどうか状況によってはやってみます。はい、先ほど金本選手をパー型に変えたいと話しましたけれども、理由は秋山選手ですね。はい、金本選手をパー型にすることで秋山選手をパー型にする必要がなくなって勝利の者をつけられるようになる。これ後ほどチャレンジしますね。隣のマクブルム選手もこの道地はもういらないんで死者に変えたいですね。これも秋山さんと一緒にチャレンジしていきます。投手オーダーがこちら、右の表もご参照ください。主要コンボは球威型8名超力戦奮闘、スタミナ型8名超堅忍不抜、そして球威8名超剛腕投手陣、この3つですね。はい、称号を変える余地があるのが津田さんですね。死者に変えられたら最高。森下さんも球威型9名いますからね、死者に変えられますね。あとは栗林さん、ここは侍が来る可能性があるんで称号は次の更新見てからですね。それではマックブルーム選手の称号いきましょう。アニバコンボ要員なんでオーダー外すことはできません。それなんでどうしても決めたい、勝利の下決めたいですね。チャンスはこれだけ、9回ですね。極一色5枚いっちゃいましょう。さあ、最低でも星3来い、なんだったら一発で来い、怪力。まあ OK、 星3来ました。これで死者の確率アップ。2回目、極一色きついよな。でも5枚でいくか、ここはどうしても決めたい、どうしても決めたい、決まって、はい、よし、うわー、これは助かる、早めに決まってマジ助かる、ありがたや、ありがたや。さあ、これでスピリッツが 99,140、 ミート型がちょうど8名になりました。お次はここですね、ここに飛車をつけたい。で飛車がつくとパー型が消えちゃうんで金本選手をパー型にする必要が出てくる、そんな感じです。ってことでやりましょう、うまくいくかどうか。チャンス6回なんすよね、これで決まらなかったらもう素材がありません、極意志もありません、いろいろないけど
なんとか決まれ、バズーカ。これはミパドーチになった。いやこれなら大砲か。さあ極意書大ピンチ、この後どうしようかな。いやあと2回で決まれば OK。 これで決まれ決まれ、よっしゃー、来てるぞ、流れ来てる、カステラの守護霊が来ている。ってことで金本さん、パワー型にしないといけないですね。手持ちの極意書でなんとかなるかしら。はい、バズーカが一番いいですね。ミパ4アップ、飛ばし屋ならどっちになる。パワー型にするだけだったら稲妻怪力無双でもいい。星2星1もいいんですけど、まあ星3以上欲しいですね。さあ決めるぞ、絶対決める。決まんなかったらガチャ回してでも決める。極意書4枚でいくか。さあ一発で来い、よし、うまくいった、なんとか極意書耐えた。ってことで称号もいい感じに決まって、初日は2位で終了。ここまでいい流れですけれども、最後は何位にいるでしょうね。ぜひチャンネル登録して見届けてください。いいねボタンもよろしく。以上